これはですね、定価による収穫が行われると言っても、まあ、どういうか、最近はその、シェーカーでないもっと大型のものもたくさん使われてますよね。で、シェーカータイプのものの場合、まあ、ホルモンって言ってますけど、基本的にはエスレル、エチレンの全固物質をかけてやって、果実離脱力を落とすというパターンなんですけど、多分これのネックはですね、シェーカーっていうのは多分これ想定されているのは、アンブレラ型の傘を広げて真ん中で揺するやつとかを想像していると思いますけど、入れる畑っていうのはかなり木と木の樹間が広い、木と木の間がですね、10メーターとか15メーターないと枝が3メーター4メーターずつ張り出してて、でそこに横から機械が入ってくるんで、かなりスペースがないといけないので、日本では畑の空間を持った畑がないような気がします。でそれと同時に日本の場合はですね、雨が多くて根っこが横型に伸びててかなり弱いです。でそこにあのシェーカーが入ってきて、あの幹を持って全体を揺するとかなり根が痛むと思いますので、木の痛みが海外に比べると激しいと思います。日本でシェーカーっていうのは厳しいような気がします。でシェーカーを使ってるところっていうのは実際にあるんですか？ないと思います。あのシェーカー日本で、代理店があって売ってるところは1社しかない、まあ、知らないですけど、はい、シェーカー自体は日本では動いてないと思いますね。やっぱり皆さん手摘みが基本ですかね。はい、基本ですね。であの病気の果実とかを木を傷めないために落とすっていう方法であれば、プラスチッククマデとか、小型の電動とか機械は使われていると思いますが、基本的にはまだ現在のところは、手摘みがほとんど手摘みですね。なるほど。収穫を目的としない果実のためっていうのであれば、機械なりを使用しているところはあると思います。わかりました。